スノーマンの佐久間大介がパーソナリティを務める文化放送、スノーマン佐久間大介の待って、無理、しんどい、毎週土曜夜8時の3日放送回に、声優の内田雄馬がゲスト出演することが決定した。佐久間大介の冠ラジオ番組に内田雄馬がゲスト出演。当番組は、ジャニーズ屈指のアニメ兼声優オタクの佐久間が、自身の近況を話すほか、佐久間の好きなアニメとゲームの話題など、ありとあらゆるオタクな一面を余すところなくリスナーへ伝え共有していく。バル、今回ゲスト出演する内田は、呪術廻戦、伏黒契約、アイドルマスターサイド M、桜庭かおる役、歌の、プリンス様、大鳥英治役など、数々のアニメ作品で声優を務める人気声優。また、内田は現在、毎週土曜日深夜12時30分から放送中の、内田雄馬ハートヒートホップにてパーソナリティを務めている。さらに、テレビ東京他で現在放送中のテレビアニメ、カードファイト、ヴァンガードビルプラスドレスでは、江端桃也役を演じており、同作品で狭間満役を演じる佐久間と初共演している。バル、佐久間大介&内田雄馬、宮田俊也についてトーク。番組収録を終えた内田は、待て無理の収録、とても楽しかったー。佐久間くんは、初めて会った時から気さくに話しかけてくれて、あっという間にお友達になっちゃいました。しかも同い年、頑張っている姿を見ると、とっても刺激されます。と佐久間の印象を語った。バル、さらに、ついに、キスマイフット2の宮田くんのお話もできましたわら、お話ししたいことがいっぱいあったのですが、時間が足りませんね。と明かし、また遊びに来れるよう頑張ります。佐久間くん、またねとコメントした。